皆さんこんばんは、カランダです。トランスポートフィーバー2特殊ルールで遊ぶ空想列島開発第28回、今回は北政府公営鉄道管内で大きな動きがありました。そちらの内容を見ていきたいと思います。こちらの動画シリーズではトランスポートフィーバー2の通常のゲームプレイルールにいくつかの特殊ルールを追加し縛りプレイとして遊んでいます。特殊ルールは概要欄に記載しているほか、特殊ルールが適用される場面ではテロップで説明を加えていますので、そちらでご確認ください。前回は列島内で石油輸送が開始されたことに伴い電化区間が拡大し、高速新線 HSL3 が開通したほか、輸送の改善や観光開発、高層ビルの建設などを行いました。前回開発をした箱根の町はアセットで建物を配置し、歴史ある温泉街のイメージで街づくりを行いました。また浅草駅には列島初の高層ビルも建設されています。以上が前回までの開発内容でした。さて、前回動画終了から3年程度が経過した1980年、これまで東西に分かれていた深川市が統一され、一つの深川市として再編が行われています。これに伴い、これまで東西深川市を分断する形で設置されていた道路上のゲートが開放され、市内交通が大幅に円滑化されています。また同時期に経営が悪化し続けていた北政府公営鉄道のうち中央政府管轄区内を運行する区間については国民鉄道に移管されています。これを受けて深川周辺および旧公営鉄道管内の輸送において大幅な改善をしていくことが必要となりました。早速深川市内では道路整備が行われています。これまで東西深川市を結ぶ道路は3箇所のゲートしかありませんでした。そのため3箇所のゲートに交通が集中し、特に深川銀座周辺の中央ゲート付近では慢性的な交通渋滞が発生していました。今回東西を結ぶ道路が新たに3箇所追加で建設されています。これにより交通の集中が解消し、道路渋滞は随分と緩和されています。また東側の路面電車車両については車両の再整備新塗装化が行われました。翌年1981年には東西を結ぶトラムの線路が復活しています。これにより東西移動の利便性がさらに向上しています。東深川と西深川それぞれがトラムを運行していた関係で、深川市中心部付近では路線が並行して設定されている場所もありましたが、こういった場所については路線の整理も行われ、東深川のトラムが西側の市内を走る様子も見られるようになりました。深川中心部に乗り入れている深川橋駅には北政府公営鉄道の運営していた電車線が乗り入れています。この公営鉄道電車線は水戸まで電化されていますが、電気運転が実施されているのは途中の佐倉までとなっており、佐倉水戸間は電化が行われているにもかかわらず内燃車での運行となっています。また設備面での老朽化も進んでおり、深川郊外に置かれた千住ターミナルは大部分の線路が草に埋もれた劣悪な状況となってしまっています。水戸付近には単線区間も残っており、列車増発の妨げになっている状態です。しかしながら水戸はそれなりに規模の大きい都市であり、水戸深川間は需要も大きいことから、旧公営鉄道区間として最初の再整備を行っていくことになりました。具体的には深川水戸間を全線複線化し、電車での運転を開始する計画です。水戸の町は海と山が近接している場所にあり、使用できる土地が限られています。そのため計画の実行にあたっては線路を地下化する工事も合わせて行われています。地下化工事は1982年には完成し、これまで地上を走っていた全ての列車が地下ホームに発着するようになりました。深川と水戸を結ぶ直通列車も電車により運転が始められています。この区間は直流 1500V で電化されていることから、これまで西鉄道線内で活躍していた80系電車を持ってきて運転が行われています。西鉄道管内には80系電車の代わりに新型105系電車が導入され、こちらも混雑緩和と速度向上に大きな威力を発揮しています。これらの電車は共通して黄色塗装が施されています。郊外線の直流電化区間を走行する電車は基本的に黄色塗装を実施することになり、他に70系電車なども黄色の新塗装化が行われています。ところで電化方式の話が出ましたが、列島内には電化方式として
北鉄道沿線の交流、西鉄道沿線と公営鉄道の直流区間が混在しています。このうち北鉄道線と西鉄道線はグランドサンチュールを介して接続されていますが、電化方式が異なっているため直接電車による直通運転は実施されていません。そのためグランドサンチュールから西鉄道方面へ直通する列車は未だに内燃機関車で運転されており、輸送力に限りがある状態となっています。また内燃機関車であるため最高速度も低く抑えられてしまっており、特に列車密度の高い深川周辺でダイヤ作成上大きなネックとなっていました。この状況を解消するため1981年に副電圧対応工事が実施され、グランドサンチュールと西鉄道線が接続する部分には新たに変電所が増設されています。そして同区間を通過する列車用に副電圧対応車である1600型電気機関車が新たに導入されています。この機関車により浅草沼田間の快速列車の運行がスタートしました。すでに運用されている1万5000型と同等の性能となっており、HSL 区間内は140キロで走行することが可能です。最高速度が向上したことで所要時間が短縮され、沼田浅草間の利便性も向上しています。またこれまでよりも列車本数も大きく増加することになりました。公営鉄道は仙台の東側、東仙台釜石間で近郊電車の運行も行っていました。この電車は全線で国民鉄道が運営する仙台近郊電車線と並行しており、仙台近郊電車線の方が利便性が高かったことから利用が低迷している状態が続いていました。またこの区間には仙台軽便鉄道も並行して運行されています。仙台軽便線は貨物輸送のみを行っていますが、軽便鉄道であることから貨物の積み替えが必要で非効率な輸送となっていました。このように同区間には3路線が並走している状態にありますが、さすがに供給過剰の状態となっています。そこで公営鉄道から国民鉄道に移管されたタイミングで軽便線を全線廃止し、公営鉄道線は旅客営業を廃止、貨物専用線として再活用していくことになりました。公営鉄道時代から仙台市街地の東側に大規模な留置線を持っていて、この留置線が市街地とのアクセスが良いことから貨物設備を充実させ、仙台東側への貨物輸送を強化することが狙いです。軽便線は撤去が行われ、跡地は道路に転用されました。また1981年の末に宇都宮から直通貨物列車が新たに設定され、新型の ED65 型電気機関車が投入されています。この機関車は直流区間を走る機関車としては現状最強の機関車となっています。国際空港が開港してから列島の玄関となった弘前ですが、弘前駅が国際空港から離れており、長距離列車との乗り継ぎが不便な状況が問題視されていました。また1981年、黒石の北政府公営鉄道から長距離列車を弘前から黒石まで走らせてほしいと要請がありました。黒石周辺の北政府管内は引き続き公営鉄道が運営を担う形になっていますが、最近は人口の流出が続いており、経営の悪化が生じていました。そのため、国民鉄道が運行する弘前までの長距離列車を黒石に乗り入れさせることで、鉄道需要を喚起することが計画されたのです。これらの目的を果たすため、弘前市内に弘前市街線と HSL4、2つの路線の建設が行われています。弘前市街線は弘前の南から地下に潜り、国際空港に隣接する国際空港駅と現弘前駅地下の弘前中央駅2駅が設置されました。そして弘前中央駅からはそのまま黒石に向かう HSL4 が新たに整備され、高速新線の形で青森ジャンクションを経由し黒石まで鉄道が伸ばされました。この新線ができたことで弘前市内をスルー運転して黒石へ抜けられるようになり、国際空港と長距離列車も直接接続が可能となりました。一連の工事が完了したタイミングで、急行道の区号と仙台始発となっていた快速列車が黒石まで乗り入れるようになり、北政府管内に運行区間を拡大しています。この運行区間と需要の拡大に伴い、道の区号は4往復に増便され、増便された2往復には公営鉄道が所有する車両が新たに配備されています。
この車両、性能設備は国民鉄道が運行する編成と同一となっており、大きな差はないのですが、国民鉄道の線路を公営鉄道の旅客車両が走るというのはこれまでなかったことであり、1981年の大ニュースとなりました。今後、両鉄道及び両政府がどういう道を進んでいくのか、この先の展開が楽しみなところであります。ということで、今回の開発等の内容は以上となります。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネルではトランスポートフィーバー2の動画の他に、鉄道模型や鉄道に関する動画をアップしています。トランスポートフィーバー2の再生リストやおすすめ動画は概要欄に記載していますので、ぜひ他の動画も合わせてお楽しみください。それではまた次回も動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。